ッキャオリナイン VS ケイン・コンダン。もうかなりイケというそういうものがもう出ています。ケイン・コンダン、ケイン・コンダンやっぱ今日ね、いきますね、いきますね、そうね、やはり、なんか減量しないことを結構正義と思ってるみたいなんですよね。あ、なるほどね。あ、第1ラウンドが10秒切りました。いやー、これは倒れましたがスリップ押し返したらパッケオリンナインです。太ももの方が腫れ上がっています。いや、これで強い倒すしかないと思うんですよね。強い気持ち、手数がすごい、すごい闘争心を生み出します。あ、すごいパンチ、すごいパンチが入った左右。そうね、今入ってましたね。引いた、逆に今度はケインコーンなんだ。チャンス、これはさあ狙っていくぞ。右のロー、パンチが入ってきた、来た。ケイン・コンランが押す。ケイン・コンラン、でも気持ちが強いですね、本当に強い。劣勢だからこそ前に出るっていうこの気持ちの強さは本当にちょっと、そうね、はい。ワンツー折りして右、わー、今のイエルボー、今のイエルボー、ちょっと来ましたね。パッキャオ来た、パッキャオ来た。いや、日向さん、はい、パッキャオは本当気持ちが強いですね。強いですね、本当に。右足の狙いに行ったケインコンラン、これはエルボー、パッキャオが投げに行った。右のパンチ、右左、ナイスですね。もう肘パンチが入っている。パッキャウ、ケインコンランのロー、狙っているのはパンチか、右ハイ、パッキャウが押し返す。押すのは上か、すごいハイキック、すごいハイキック、危ないことは危ないんですよ、本当にちょっと、すごいパンチが入った。ケインコンラン狙いどころはあと50秒切った。最後のラッシュだ。危ない。今のダウンです。ダウンです、完全に。おお、すごい立ってるですね。ダウン取りません。ダウン取りません。ダウン取った。合っている。ミャンマーの国技。崩れた。これもでもダウンを取らないんですね。はい。パンチ。そして。いやー、もう危ない。もうこれ負けにした方がいいと思うんですよね。あと3分ですね。それでも、あ、すごい、すごい戦い、すごいですね。回転の激闘となりました。勇気ある両選手に盛大な拍手をお願いします。ダリさん、負けるわけにはいきません。ましてやラウェイ界を背負って立つ男になるであろうと言われているそのパッキャオリンナイン、それからケイン・コンラン、いい戦い。